皆様こんにちは本日は J リートオンライン IR セミナーをご覧いただきありがとうございます私は三井不動産ロジスティックリートマネージメントの牧野と申しますよろしくお願いいたします本日お話しするのは三井不動産ロジスティックパーク投資法人三井不動産がスポンサーとなります物流施設を中心に投資をする J リートについてご紹介させていただきます本日は 前段と後段大きく2部に分けてお話しさせていただきます。まず前段では我々がなぜ物流施設を投資対象としているのか、それからそのマーケットについてお話しさせていただきます。また後段では物流施設を投資対象とするいくつかの J リートがある中で、三井不動産ロジスティックパーク投資法人の特徴、戦略についてご説明させていただきます。それではまず4ページをご覧ください。 現在上場している J リートは61銘柄ですが、この61銘柄のうち、もっぱら物流施設を投資対象としている J リートは9銘柄あります。そしてその時価総額を集計すると、ご覧いただいているようなパイチャートとなり、その9銘柄の合計は、オフィスリートに次ぐ第2順位の時価総額のアセットタイプとなっています。このように皆様の日常生活の中では、 物流施設はなかなかなじみのないと思われているかもしれませんが投資対象としては最近注目を集めているアセットタイプとなっています次に5ページをご覧ください上段に2つの数字を並べています右側の5.2%という数字これは我々が投資対象としている最新鋭の物流施設これを先進的物流施設と呼んでいますがこの先進的物流施設が 全国の物流施設全体に占める割合です。一方、37.2%という数字は、地区40年以上経った従来型の古い物流施設の割合です。この数値からもご想像いただけますように、先進的物流施設は、希少性のある投資用不動産ということができるのではないかと思っています。6ページをご覧ください。それでは、先進的物流施設とは、どのような施設なのか、 ここでご紹介しています。先進的物流施設は大規模というのが一つの特徴です。複数のテナントが入居する施設も珍しくありません。またその機能として物流施設本来の商品の保管という機能に加えて商品の仕分けを行うあるいは加工・配送までを含めて複数のマルチなニーズに対応できる施設となっています。加えて物流施設においても 自動化設備やロボットの導入が始まっていますが、まだまだ人手に頼るところは大きく、そのためそこで働く多くの従業員のためにカフェ売店をはじめとする快適なアメニティを提供する施設が増えています。我々が運営する三井不動産ロジスティックパーク投資法人は、このような希少性があり、機能性と利便性が高い先進的物流施設を主な投資対象としています。 それでは次に先進的物流施設に入居する典型的なテナントを3つご紹介させていただきます。7ページをご覧ください。最初にご紹介するのは e コマースのテナントです。アマゾンや楽天に代表される e コマース、いわゆるインターネット通販はとても便利なことから本日ご参加いただいている中にもご利用されている方も多いと思います。 e コマースの業界では翌日配送当日配送と商品を届けるまでの時間を競っていることもあって物流業務の効率性迅速性の要求を満たすことができる先進的物流施設の利用が適しています。8ページをご覧ください下段の棒グラフが示しているのは日本における e コマースの市場規模ですが日本の e コマースの市場規模は 昨年19兆円まで成長し年々その規模は増加しています。一方アメリカ、イギリス、中国などが軒並み二桁台の普及率であるのに比べると2019年の日本の e コマース化比率はまだ6.8%にとどまりますが2020年にはコロナの感染拡大による在宅や巣ごもり消費の後押しもありますます e コマースが拡大しているものと思われます。 今後も引き続き E コマースのテナントが先進的物流施設に入居するケースが継続するものと見込んでいます。9ページをご覧ください。ここでご紹介しているのは、いわゆる小売りの勝ち組と呼ばれるテナントの入居の事例です。お手元のグラフでは、ドラッグストア業界及びコンビニ業界の成長の推移を取り上げていますが、 これ以外でも有名なところとしては、ユニクロ、ニトリなどの小売りの価値組企業が近年ますます力を入れているのが物流改革、物流の効率化です。10ページをご覧ください。こちらはコンビニの事例でご紹介しています。コンビニ企業では物流改革を進めるために、コンビニ企業自身で自ら配送センターを用意し、それぞれの店舗に納品を行う物流の効率化を進めています。 また最近のドラッグストアは従来からの薬だけではなく日用品や生鮮食料品まで幅広い商品を扱うようになっておりやはり同様に配送センターを必要とするようになっていますこれらの配送センターは納入された商品を効率よく仕分けを行い各店舗に迅速に配送する機能が要求されることから先進的物流施設への入居が進んでいます 次に11ページをご覧ください。3つ目の事例は 3PL と呼ばれる物流企業のテナントです。3PL とはサードパーティーロジスティックスの訳語となりますが、いわゆる物流業務のアウトソーシングです。先ほど紹介した e コマースやコンビニなどの企業のように、物流業務を内製化し、物流を自らの強みとする企業がある一方で、 本業に経営リソースを集中し、あるいはコストダウンを図るために、物流業務については、積極的に専門の業者にアウトソーシングする企業も増えています。12ページをご覧ください。こちらのグラフは 3PL 事業者の売上の推移ですが、直近の売上規模は3兆円となり、今後も成長が見込まれます。3PL 事業者も、物流業務のアウトソーシングを受託するにあたり、 業務効率の高い先進的物流施設に入居する事例が多く見られます。それでは13ページをご覧ください。ご覧のグラフは、棒グラフが首都圏において開発された先進的物流施設の類型、折れ線グラフがその空出率の推移を示しています。最近も物流施設に適した場所の地下は、引き続き堅調に推移しているとのニュースがございましたが、 コロナの感染拡大においても、物流施設に関しましてはほぼ影響がなく、先ほどご紹介いたしました e コマースの拡大などを背景に、安定したマーケット環境が継続しています。これらの底堅い需要を満たすため、年々多くの先進的物流施設の建設・開発が進められています。一方で、冒頭でお話した通り、先進的物流施設のストックは、 5.2%程度とまだまだ希少性があり、その空出率は低い水準で推移しています。このように先進的物流施設は E コマースをはじめとする法制な需要に支えられ、今後とも安定した成長が期待できる不動産タイプであると考えています。ここまでで前段を終了いたしまして、改めて我々が運用している JD と 三井不動産ロジスティックパーク投資法人をご紹介させていただきます。16ページをご覧ください。J リートの場合、そのサポート企業のことをスポンサーという呼び方をしますが、三井不動産ロジスティックパーク投資法人は、総合ディベロッパーの三井不動産がサポートする物流施設を中心に投資を行い、運用する J リートです。17ページをご覧ください。 三井不動産ロジスティックパーク投資法人の特徴をご説明する前に、まずコロナの感染拡大の影響を簡単に振り返りたいと思います。上段左側のグラフをご覧ください。左は首都圏、右は大阪県、それぞれ折れ線グラフは昨年12月末時点の空出率を示しています。首都圏は0.4%、大阪県は2.5%、 とコロナの感染拡大の影響はほぼなく定位で推移しています上段右側のグラフは国内のネットショッピングの状況を示していますが2020年は2019年に比べて確実に拡大していることが読み取れますこのような堅調なマーケット環境の下で三井不動産ロジスティックパーク投資法人においても安定運用が継続しており左下のグラフが示す通り 引き続き稼働率は100%を想定しています。また、右下のグラフの通り、テナントさんとの契約更新は順調に進捗しています。次に18ページをご覧ください。三井不動産ロジスティックパーク投資法人、その略称を MFL と表記しておりますが、このページは MFL の特徴を5つにまとめたものになっています。これらの戦略及び特徴を この後順番にご案内していきます。19ページをご覧ください。まずこちらは MFL とスポンサー三井不動産との連携を図にしたものです。我々の基本戦略は、スポンサーである三井不動産が開発した最新鋭の先進的物流施設に重点投資を行い、クオリティの高い安定したポートフォリオを構築することを通して、持続的な成長を目指していきたいと考えています。 具体的には次のページをご覧ください。20ページをご覧ください。まず、三井不動産における物流施設事業についてご紹介しています。三井不動産が今年3月に発表した物流施設の開発規模は、開発中の物件も含めて、右上の記載の通り、47棟6100億円となっており、今後も物流施設事業の拡大を計画しています。MFL は、 これらの三井不動産により開発された最新鋭の先進的物流施設を投資対象としています。次に21ページをご覧ください。こちらは今後の MFL の安定成長に向けたロードマップです。MFL は三井不動産の開発した最新鋭の先進的物流施設に重点投資することで資産規模を拡大し、クオリティの高い安定的なポートフォリオを目指しています。 具体的な規模としては5000億円とすることが中期的な目標です。次に総資産に占める借入金比率である LTV は30%台前半であり J リートの中でも相当低い水準です。この安定した財務基盤を背景としたコストの低い借入金を活用して物件の取得をしていくことによって 資産規模の拡大と合わせて、継続的な分配金の増加・成長を目指していきたいと考えています。また、資産規模の拡大に合わせて、地価総額を増加させることも。流動性の向上、投資口価格の安定化につながるものと考えています。二十二ページをご覧ください。まず、一つ目、ポートフォリオの特徴についてです。二十一物件、二千九百七十六億円、平均築年数が四十八年という。 三井不動産の開発した築浅の物流施設を中心としたクオリティの高いポートフォリオとなっています。パイチャートはエリアの分散状況を示しています。ご覧いただいてお分かりいただける通り、首都圏がメインの分散の取れたポートフォリオとなっています。次にポートフォリオを構築するにあたっての我々のこだわり、ロケーションクオリティバランス、この3つのこだわりについてご説明させていただきます。 まず、ポート保留のこだわり、一つ目はロケーションへのこだわりです。やはり物流施設も不動産としてそのロケーションは重要と考えています。24ページをご覧ください。パイチャートを2つご用意しております。左が高速道路までの距離、右が最寄り駅までのアクセス時間となっています。いずれも物流施設のロケーションとして重視しており、広域配送にも 都心アクセスにも便利なロケーションであること、合わせて施設で働く方の通勤利便性にも配慮した物流施設であること、このようなロケーションにこだわった投資を行う方針です。25ページをご覧ください。ここではクオリティへのこだわりをご紹介しています。上段部分に記載しているのは先進的物流施設として必要とされている基本的スペックですが、 三井不動産が開発する物流施設がこのような基本的スペックを満たしているということは言うまでもなくこれに加えて総合ディベロッパーとしてオフィスや商業施設住宅などにおける成功事例好評だった事例等を応用しおしゃれなラウンジや売店通勤のためのシャトルバスやレンタサイクルなどなどここで働く方々が快適に過ごすことができる施設を提供しています MFL はこのようなクオリティの高い物流施設に投資を行う方針です。26ページをご覧ください。ポート保留のこだわりの3つ目はバランスへのこだわりです。一概に先進的物流施設といっても規模やその建物形状に応じていくつかのタイプに分類することができます。ここではランプ A 型、スロープ型、ボックス型と大中小と3つのタイプに分けてご紹介していますが、 それぞれのタイプごとにその特徴や対応できるテナントニーズが異なります。我々はそのタイプを問わずロケーションに優れ、クオリティの高い先進的物流施設であれば、いずれのタイプにも積極的に投資を行う方針です。その結果、3タイプを取り揃えることで多様なテナントニーズに応えることができるバランスの取れたポートフォリオを目指したいと考えています。27ページをご覧ください。 二つ目の特徴が資産規模の拡大とその成長戦略です。こちらのスライドは三井不動産が開発したあるいは開発を予定している物件の一覧です。左の青で囲んだ物件が MFL が三井不動産からこれまでに取得した手持ちのポートフォリオの物件です。真ん中の緑の囲みが三井不動産から MFL が優先的に取得することができる権利を持っている物件です。 右は今後の三井不動産の開発物件で我々の将来のパイプラインの物件です。MFL は資産規模の拡大にあたって三井不動産の開発したロケーションに優れクオリティの高い物流施設をバランスよく取得するための豊富なパイプラインを持っていることが大きな特徴です。28ページをご覧ください。MFL の3つ目の特徴は物件の運営管理、特にテナント営業です。 テナント営業に関して三井不動産の総合不動産会社としての幅広い顧客リレーションを活用することで安定した運用が実現できると考えており実際に現在の我々のポートフォリオの稼働率は100%を維持しています例えば三井不動産のオフィスビルのテナントは3000社に上ります商業施設のテナントは2400社になります 商業施設のテナントが物流施設のテナントとして入居するケースは多く見られます。ここで人気のショッピングセンターを開発運営する三井不動産の顧客リレーションをうまく活用する機会があり、物流施設のテナント営業に成果を上げています。また三井不動産のオフィスビルのテナントが入居するケースもあり、こちらのルートも物流施設のテナント営業に有効に活用することが可能です。29ページをご覧ください。 4つ目の特徴は安定した財務運営です。MFL はメガバンクなどの大手金融機関から883億円を借り入れていますが、その借り入れ金比率、LTV は J リートにおいて相当に低い水準であり、その財務の安定性が高く評価され、WA 格の格付けが付与されています。5つ目の特徴は投資家リレーション、投資家の皆様への利益還元です。 MFL の分配金は半年の1決算あたり投資口一口に対して本年1月期の第9期の実績は7283円となっており7月期の第10期は7772円と見込んでいます今後も前に述べたロードマップに沿って投資家の皆様に配分する分配金を増加成長させていきたいと考えています30ページをご覧ください 直近においてさらに力を入れているのは ESG への取り組みです。ページ左にありますように、物流施設においては広い屋上を活用して太陽光発電を行っている物件が多くございます。また、MFL が保有する物流施設のほとんどは環境に配慮したグリーンビルであるとの評価を得た物件となっています。また、ページ右にありますように、入居テナント企業、 施設利用者、地域コミュニティ等のステークホルダーの方々にとって健康で働きやすく安全な環境を確保することができる物流施設の開発及び運用にも力を入れています。31ページをご覧ください。さらにガバナンスに関しましても引き続き投資家、投資主の方々とのリレーションシップを重視し透明性の高い運用を行うことを心がけております。最後に 33ページに本日のまとめをご用意しております。まず最初に物流施設のマーケットについてお話しさせていただきました。物流施設のマーケットは e コマースの拡大などを牽引役としてそのマーケットは安定的に拡大しています。2番目、MFL の基本戦略はスポンサー三井不動産との連携です。 三井不動産が開発した先進的物流施設を優先的に取得することができます。また、物件のテナント営業にあたり、三井不動産の顧客ネットワークを活用することができます。ここに大きな優位性があると考えています。三番目が今後の安定成長です。MFL は資産規模の拡大と分配金の成長を両立させる成長戦略を目指しています。 ご説明は以上となります。駆け足のご説明となり誠で恐縮でございます。ご清聴ありがとうございました。